プブリウス・アルフェヌス・ウアルスは、紀元前一世紀中期の共和制ローマの政治家、法学者。紀元前39年に補充執政官を務めた。ウアルスは、無名のプレブスである、アルフェヌス氏族の出身で、クレモナで生まれた。古代の資料は、彼の父を靴屋だったとしている。しかし、これは、父が、労働者であったのではなく、おそらくは奴隷を使った、加工房を経営する。 裕福な人物であったと思われる。ウアルスのプライノーメンは明らかではない。ただし、西暦2年の執政官、プブリウス・アルフェヌス・ウアルスは、息子と考えられており、カピトリヌスのファスティには、父も祖父も、プブリウスと記録されている。このことから、一般にウアルスのプライノーメンは、プブリウスとされている。ウアルスの経歴についてはほとんど知られていない。詩人、ホラティウスの、 風刺詩の中では、床屋のウアルスと呼ばれている。ある時ウアルスはカミソリを捨てて、床屋を廃業したとも書いているが、単なる風刺的な誇張ではなく、事実かもしれない。同時代の詩人カトルスは、友人アルフェヌス、ウアルスに研究しているが、これは、本記事のウアルスのことかもしれない。紀元前41年、オクタビアヌスは、ガリアトランスパダナの土地を、 退役軍人に土地を分配するため、ウアルスを派遣している。この時、詩人ウエルギリウスは、マント刀兄のうちを持っていたが、これも一時没収の浮き目にあう。しかし、ウアルスのおかげで、最終的には、没収を免れた。これに感謝して、墓家の一つにウアルスの詩を書いている。スエトニウスによれば、ウアルス、ガイウス・アシニウスポッディオ、 ガイウス・コルネリウス・ガルスの三人がウェルギリウスを破滅から救い、それを称えるために、牧歌を書いたとしている。ウアルスよ、マントーアだけは許してくれマントーアだけは、ここは、不運なクレモナに近すぎたなく白鳥は星まで昇る。ウェルギリウス、牧歌、ナイン、26。紀元前39年、ウアルスは、ガイウス・コッケウス・バルブスと共に補充執政官に就任する。 執政官としての業績については何も記録がない。若い頃のウアルスは、法学者、セルウィウス・スルピキウス・ルフスの弟子であった。ルフスには10人の弟子がいたが、そのうちの8人の法律に関する著作が、アウフィディウス・ナムサによって140巻にまとめられて、出版された。ウアルスの著作は、2から3世紀のローマの法学者が引用する形で、533年に交付された。 学説遺産の中に残っている。学説遺産には、ルフスの原本からウアルスの著作が40巻54本、抜粋されている。ただし、ウアルスは、ルフスの著作の編集者としてのみ活動していたのでは、ないかとの推測もある。これら抜粋からは、ウアルスがギリシャ語に精通していたことが伺え、純粋で明瞭なスタイルで書いていたことを示している。二世紀の学者。 アウルス・ゲッリウスのアッティカヤワによれば、ウアルスは古い時代のことに興味を持っていたと述べ、原本の第34巻から、ウアルスがローマ人とカルタゴ人の間の条約の一つに言及している箇所を引用している。ありがとうございます。